さてここからの時間はラジオの前のあなたに番組が注目したタイムリーな話題をお届けする「タイムリーズーム」誰かに話したくなるとっておきの情報をゲストに伺いますご紹介いたしましょう合コン婚活アナリストの松尾千恵さんですよろしくお願いしますんいす、まあ、なっでて合コン婚活アナリスト、はい そういう人は他にいるんですか。私が日本に一人だと思います。日本に一人。はい。え何する人なんですか。はい。私はですねこれまで C A 時代から合コン500回以上。C A っていうのはキャビンアテンダントですか。キャビンアテンダントです。ちなみにどこの航空会社。え日本航空です。日本航空です。ああ。はい。ねまた航空会社にはまあパイロットといういい婚活相手がいたんですけどね。パイロッ C A の人数えそうです6000人に対してパイロットは約1000人ぐらいしかいなかったので。あ調率が高いんだ。そうなんです。えってこと。 ですかあのパイロットの人は大体 CA の人と結婚するんですか、はい、ということが多いですと社内恋愛率高いです社内恋愛率高いんだ、はい、で私はその社内恋愛には漏れてしまったのでほうほう外に合コンという狩りを一応チャレンジはしたんですか、はい、一応してみました <laughs> <laughs> はい <laughs> はい、<は>それでそこで得た実践的な恋愛心理をもとにうん、うん、今はですね主に30代の独身女性向けに婚活セミナーやカウンセリングを行っていますなるほどね、はい、500回の合コンで延べ3000人と会われているということですから、ねはい、すごいですねあそれはもう仕事としてやってるわけだ、うんえー、そのうち500回3000人というのは別に個人的に自分のためにやってるわけじゃないんでししょうじゃなないいですちなみにごご本人ご結婚は、はい、しています。 いますはいそうですかでもですねどんな人捕まえたんですかえ、そうですねあの当時はあんまり年収もなくすごくビジネスも不安定だったそんな人をこの人は将来伸びるぞと思ってはい。その人に見込んでそれで結婚しました伸びましたすごいすごいちょっと今日はですからね当たり引いたわけでそうですよいい男の見極め方をテーマに伺っていきたいんですが 婚活ってどのくらいの方が今されてるんですかね、はい、そうですねいつか結婚したいっていう希望を持ってる人は8割ぐらいいます8<割>約8割ぐらい大体いるんですが実際に婚活っていう行動に移している人になると5割ぐらいですかね 婚活っていうのは実際なんかこう合コンに行ったりこう紹介所みたいなところに入っ,、はい、入ったりとか友達にいい人がいたら紹介してねって言ってみると<ー>意思表示をするとかアクションをこ起こしている人たちに。 未婚の30代男の方が少ない未婚の30代女性圧倒的に多い、はい、やっぱりそうなんですね<え>やっぱりあの男の人の本当にいい物件の人はさっさと売れてしまうい,い物件売れてるのが必ずしもいい物件とは見えないけどな。<笑><笑> 女性は結構、あ、こんな綺麗な人は、どうして独身なんだろうっていう。女性は、はい、ありますよね。それじゃ、あ何かい、ブサイクだったら、どうしたらいいんだって。魅力は、あの、ルックスだけに限りません。かあ、まあ、そうだね。わかりました。じゃ、現状は、大体、わかりましたんで、どうしたら、いい男、いい女を見極められるのか。そっちの、あの、要の話に、ぜひ、あの、お願いします。教えてくださいはい。 さんのね。ご本人でこう出世する方、お見事ゲットしたっていうことで、はい、その辺のこう見極め方っていうのは、はいはい、見極め方なんですが、まずはですね。あの簡単なところで言いますと、うん、目力肌ツヤ清潔感<え>え目力。<laughs>

上昇気流に乗っている男の人って、はい、やはり仕事ができる人のところに仕事って集中してきて、ものすごい忙しいはずなんですね、<ー>はあ、でもそういう男性って、<お>これはできるぞっていう自信と、そして野心にあふれていますから、忙しくて寝不足の割には、肌にはつやつ寝僕、足はい、はい、のあのサウナで10時間寝てますから。<laughs> <laughs> 赤赤ススリリももししちゃったよ赤スリしたよ、うん、でもあの忙しい男の一言タイムマネジメントが上手で<あ>あの自分の,そのストレスコントロールが上手にできている<ー>それも一つ条件としてあります忙しい男の人ほど仕事しているように見,見せかけて遊びの時間もちゃっかりキープしているんですね。 今ちょっと私のことはよ置いときましょう。ね、一般論としてね。はいはい。肌つやね。肌つや目力清潔感。結構目に野心があったりとか。目に野心がね。野心がある。で忙しくても服装に気を配る余裕がある。 この3つを満たしている男の人はこれから上昇からでき男から見て着るものにばっかり気遣使ってるやつでろくなやつないけどね <laughs> あ,あんまりブランド物を極端に買ってるとかそういう男の人はちょっとずれてますよでもあの全然安価な服でもいいんですけど、うん、最低限ちゃんと身だしなみにきちんとしているとか,なんか不清潔な感じを良くないそうですね、はい、なるほど,なるほどじゃあ今狙い目ないい男はい そうですね、1つ職業で挙げるのは私の知り合いのですね、はいえー、不詳、宮島さんという人がいるわけですよ、カメラマンで、えーえー、この人が最近出した、はい、あの写真集で、はい、えっと制服男子、制服女子じゃなくて何だっけ自衛国,あ国防男子、国防女子だ、えーあのー、自衛官の写真集出したんですよ。はい 小宮島さんが、はい、俺がなかなかね、今結構ヒットしてるらしいですよ。ええ<ー>。あの、きりっとした自衛官がですね、大体、体鍛えてますから、みんな。まあ、そうですよ、ね。体鍛えるの商売ですから。そう,そうですよね,ね。筋肉がなんかね、あの、いい、いい筋肉してるんですよ、みんなね。そういうところ、すごい、今の、あの、今、装飾で、なよっとした男性が多い中で。はいはい、鍛えて、マッチョで、頼もしい男性って、魅力的なんですよね。その上、公務員だから、はい、ほら、生活安定してるし。そうですね。ええ、はい。 自衛隊の,方の合コンなんていうのもなんかあるみたいで自衛隊の方との合コンもあります、でまた自衛隊の人ってあの職場に女性が少ない圧倒的に男性社会で生きているので基本的に女性を見る目とかないですからう, <laughs> うちの親父自衛官でしたから <laughs> あ今のはいろんな意味で語弊があるな取 <laughs>、ね、<laughs> り消し <laughs> <laughs> だから自衛官を狙うといいのはっこいいのに誠実で朴凸な男性の宝庫であるっていうところですねかっこいいのにチャラくないですです。私、生まれたのは鳥取県のな子であそこに美保基地があってそこから鳥取県から宮城県の松島でしょ岐阜県の各務原でしょ埼玉県の入間でしょ私、小学校上がる前に4回転勤してますからね。そうなんですよ それは覚悟しとかないかとないい、うん、全然、どこでも日本全国ついてきますよね自衛隊との合コンって本当もあっという間に埋まってしまうし<ー>キャンセル待ちだしものすすごい人気で自衛隊の方以外にもそういう人気のジャンルといいますかそうですね今やはり資格系ですか公務員の次ですと、まあ、弁護士さんとか公認会計士さんとかそういう資業の方との合コンというのがやはり根強い人気がありますね。 昔の産経とか言ったじゃないですか背が高くてお金を持っていて産経じゃない参考産経がきつい汚いなんとかでそれ厳しい労働条件の方でしたつ高いでしょ背が高くて収入が高くて学費が高いそうそういう感じのものは今はないんですか今ですねあの参考に続く新しいものが今出てきてます何ですか今ですね四定という言葉が出てきています4定何定資生 どうも本当に困りました低依存次が低依存,低,依存あ低リスクそして最後低燃費低燃費,低燃費って何あのです、ね、低燃費っていうのは節約できる男の人あ無駄遣いしない低リスクっていうのはリストラされにくい男の人そして低依存っていうのは家事を女性にあんまり頼らない そんな都合のいい男がいるか、そんなもん。<laughs> そして最後、低姿勢は、あの、女性にあんまり威張らない。亭主関白にならない。そういう男の人を今、今女性は求めている。<ー>ってなってます。単純対応でも、ちょっと反映してますよね。バブルの時代と比べるとね。そうだね うん、あんまり高収入とかそういうものは高望みはしないけれども私も働くからでもあなたもお家事手伝ってねとか、うん、あんまり威張らないでね一緒に頑張っていきましょうっていうのは今のの女性の気持ちなるほがその辺が分かってないとなかなかね、うん、男の方もあも結婚できないっちいうことだね言ってやろう、森本君に <laughs> また名指しで言うと怒られますよ。<laughs> じゃあ最後になりますけれども、はい、いい男をゲットするためにはやっぱりこういい女にならなくちゃいけないわけですよね。はい、松尾さんが実践してきた男心が揺れ動くさりげないモテ仕草さっていうのがあるそうなんですが、はい、それを伝授していいただけますすででしょうか、はいはい、そうかはそね辛坊さんが女性だとしたら抱抱ききつついいちゃいますいどうぞ抱きつい<笑><笑>き今日の合コンすごい楽しいねとか言ってキュッて抱きついちゃう。はい、女の子同士で ハグするってことですこれは女の子同士でハグをすることによって、見ている男の人は、あ俺がその場面にいたら、どんな感じになるだろうっていうふうに、一歩進んだその先、男の人は、そういうもんうわー、ハグしたら柔らかそうだなとか。 <laughs> <laughs> でも、ですねこれがちょっと難易度高いという女子のために、もうちょっとあの初級のものも用意しました、すっごいすっごい初,初級の場合は、ですねちょっと私があのここ、飲み会だとします、うんうん、でちょっとお醤油を取りたいんだけども、遠くて届かないと、<ー>えー、そういう時にやる方法、実際にやっています、ね。うんはい ねえ、ねえ、お醤油を取って。ああ、これ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 , <laughs> これだね。はい、はい、ありがとうございます。今、あの辛坊さんの肩を人差し指で、ちょんちょんって軽くつ,ついて。そうなんだ。はいはい、あのね、指先一つのコンタクトでもね。はい。あの、じゃ、あの、実際のコンタクトは。はい インパクト大きい、そこだけこうとピンク色になっていて結局だけ体温がかかとのところた男の人ってボディタッチにものすごいビックリしたんですよ。男を勘違いさすんだったらボディタッチが一番です、触られるとね絶対こいつ俺に気があるに違いないって思う男ってバカだから俺に気があるんじゃないかと思った瞬間に反射みたいなもんで向こうが好きかなと思うとこっちも好きになっちゃうっていうところは確かに。 私の恋愛自由は小学校の時からずっと <laughs> の机の中に好きだって手紙が入っていると <laughs> はい、はい、その女の子好きになるい大体、<ー>いたい人間好きだって言われて嫌な気持ちは普通はしない男の人を好きにならせようと思うまず女性が仕掛ける。 半歩リードする。待ってちゃだめ。待ってちゃだめなんです。これが膝の上に手を置くとかだとやりすぎなんですね。軽い。はい。耳をねさじ加減が。耳をさじ加減が。はい。それから。そうですね。こに、他にはですね。よっちゃったって言いながら、ソファにちょっとよっか、よかかって、首をかしげてみるとか。これはやはり、あの男付きを見せるってことですね。どれも、これも。あのね。それで。 それで騙される男は本当に女性もやっぱり冷静に本当にあのゲットしたいんであれば合コンでどんなによってもそのあたりちゃんと計算してないとダメってことそうですね冷静と情熱を秘めて合コンに挑まないとなるほどねちょっとそのあたりまできるタイプの女性とそうじゃないタイプの女性がいるかと思いますけど今の話を田島横さんとか来聞いてたらカンスに怒るだろうなですねお前 わかりました。あのラジオ聴きの方、日本放送から私辛坊治郎と増井正さやかがお送りしています。今週の注目ニュースを辛坊さんに解説してもらうズームオンイーダーナウンサーとお送りします。はいよろしくお願いします。今週最後にズームするニュースはこちらです。イラク政府軍と過激派組織の戦闘が激化。アメリカは当面空爆を見送り。ズームオン。 イラクで政府軍とイラク、シリアのイスラム国 ISIS IS の激しい攻防が続いております ISIS IS は第二の都市モスルを占拠しましてそこを拠点に南に勢力を広げていって首都バグダッドに侵攻しようとしていると、えー、まあ大きな油田も抑えたなんていう話もあって ややこしいよね、はい、今回、その ISIS IS イリア・シリアのイスラム国っていうのはスンニ派の過激派で、はい、どうもサウジアラビアが後ろから資金援助してんじゃないのって言って、はい、前イラクの。 政府が非難してますけどこのサウジアラビアっていうのは、イスラム世界の中ではもう極端な親米国というか、アメリカと非常に関係が深い国ですねアメリカと関係が深いサウジアラビアが後ろで支援をしている ISIS IS が戦っているのがシリアの政府で、シリアの政府はアメリカからイラクの支配を引き継いだ人たちということで、 ええー、どっちの味方するやいいのって感じだよね。ああ、今イラク統治してるのはシーア派の。 シーア派の人たちなんだけど、これはまあ、いや、アメリカが年に2011年に撤退して、これはオバマ政権最大の成果として、オバマさんはアピールしたいわけですよ、自分がう大統領になって、何をしたかって言われたときに、いやのイラク戦争に関わったけれども、ちゃんと自分が政権の間に、イラクからアメリカ全部撤退させましたっていうことを、自分の政権の成果としてしたいわけだけれども。はい 対したらやっぱりこうなっちゃったという,う、今までやっぱりアメリカの兵力という重しがあったんで、会期間もなかなか戦線拡大できなかったところがです、ね、アメリカが手に引いて2年、2> <れ>でまたこれ、アメリカもうんな、うん、その後ちゃんとやってくれって言ったじゃん、もうね、シーア派だけじゃだめだからね、うん、だからスンニ派とも、<laughs> あのクルド人とも仲良くしてねって言ってたのに、<え>あのシーア派ばっかりで政権作るからこんなことになっちゃって、<え>でまあ、今、シリアの。 シリアじゃない今のシーア派のイラクの政権は、アメリカに裏から、そのもの爆撃してるの、空爆してる空爆って言って、勘弁して、これ、今から空爆したら2011年に、俺があのイ,のイラクから全部アメリカ軍撤退させたっていう、うん、成果がご破産になっちゃうじゃん、大体その1万人ぐらいしかいない兵力がばらばらにあちこちにいるのに、空爆っつったって、どこをターゲットにして、誰攻撃したらいいのか分からないし、俺があの普通の正規軍で、向こうから戦車で来てりゃ、戦闘ヘリ持っててばカばカって撃ち合一発 ビルの、いろんな所のビルにちょっとずつちょっとずつ分散してるとる所にいる所で空爆なんかできないじゃんっていうことになると、アメリカは手出しできないわ、でもなおかつその、過激派の後ろには親米国家のサウジアラビアがあるわ、はいはい、でまたこれ、イラクのシーア派の今、アメリカに、うん、裏から空爆してよってお願いしていってる人たちは、アメリカともう共に手を頂かずという、ふぐ大転の敵である所のイランと同じシーア派つながりで 友達だわっていう、うもう訳わかんないよね、わけ <laughs> がわからないですよねでまたシーア派の人たちで、私、別にシーア派の人たちを敵に回すつもりはありません、はいえー、僕はあのどんな宗教の人たちとも仲良くしたいと思っておりますと、はい、いうことを前提でお話をしますけど、私あの、パキスタンに例の20 2001年に、 えー、9.11のテロがあったですよね、はい、で2001年の9.11のテロがあって、あれはまあ反抗したの反抗グループは、えー、アフガニスタンのタリバン政権にかくまわれているアルカイダだって話になって、はい、アルカイダを潰す、タリバン政権潰すっていうことで、その年の暮れからアメリカがアフガン戦争、まあ、アメリカだけが始めたわけじゃなくて、えー、当時は同盟国って、NATO 軍がみんな参加してたし、はい、でなおかつ、あれは北部同盟って言って、タリバン政権に追い出されて北部に固まっていった人たちが、実は当時、 まだアフガンの。 国連の議席はそこが持っててで、そのアフガンの国連の議席は北部同盟が持ってて、その北部同盟がアメリカに助けてちょうだいねって言いに行ったんで、はい、だからアメリカが全く何もないところに行ったというよりは、もともと国連に議席持ってる方の北部同盟に、えー、依頼を受けて、まあ、そのタリバン政権攻撃して、うん、でタリバン政権はあっという間に崩壊すると、はいで、その次の年の春に私はアフガンに入ってるわけですよ。<ー>で、2 0 0だから2年の春にはアフガンに、行、え、き、ー、は空路で国連機で、 カブルに入ってですね、はいで、帰りは陸路で、多分テレビで当時初めて、だからタリバン政権が崩壊したあと、初めて陸路で南の方南じゃない、東のパキスタンに抜けたんです、<ー>でその時にあに、のー、通訳ガイドというのは、パキスタンの人を頼んだね、パキスタンの国内はパキスタンの通訳ガイド、うん、でパキスタンって基本的にスンニ派の国なんです、スンニ派の国なんだけど、うんえー、その通訳ガイドの人,人がですね、 街を案内してくれたときに、街の一角でシーア派の人たちがミニパレードみたいな、なんかの記念日だったらしいんだわ、ーでシーア派の人たちが全身黒ずくめのような格好をして、でなんか言いながら、街をこう練り歩く、何十人かが練り歩くんだけど、なんかむちで体叩くような、なんかちょっと特殊な、普通しないよね、なんか体叩きながらみたいな、<ー>なんかそういう、それはまあ国によってそうなのか、全部がそうなのか分かんないんだけど、スンニ派の通訳に。 あの皆さんは何って言ったら、あれはね、小さい声で小声になって、シーア派なのイスラム教。うん、そうなんですか。じゃあ写真撮っていいですかダメ写真なんか撮ったら何されるかわかんないし、トラブルの元だから、目も合わしちゃダメって言ってですね<ー>あ、パキスタンで。だから、我々のスンニー派の通訳の人たちは、シーア派の人たちをそういう目線で見てるわけですよ。だから、同じイスラム教の中にあって、スンニー派とシーア派っていうのの、なんか、あ微妙な、 関係っていうのを、はい、だパキスタンで目の当たりにしてですね、はい、こりゃあで、そのシーア派の大国がイラン、はい、でイランで、もともとイラクっていう国も、 人口比でいうとシーアの派の方が多かったんだけど、例のフセイン政権って、スンニ派の政権だった、はいで、当時、力と恐怖政治でイラクはスンニ派が権力持ってても、シーア派の人たちはある意味、虐げられてたんだけど、うん、でも声を出せずにいたんだけど、あの政権ひっくり返った瞬間に、人数の多いシーア派が今の政権のマリキ政権の中心になって、はい、そうすると、本当は宗派を超えて融和通だっ,って、言葉で言うのは簡単なんだけど。えー 仲良くしなさいね、話し合いで物事を解決しろって言ったって、フ、うん、セインの頃の積年の恨みがシーア派にもあるわけですよ、うんうん、そうするとスンニー派に、まあ、ある意味弾圧すると、スンニー派の人たちは、うん、あのフセインの時には俺たちが少数派だけれども権力握ってたのに、今、権力から追い落とされたはどうも指導者クラスはみんなあのひどい目に遭ってるわっていうところに、うん、同じスンニー派の過激派が北から入ってきてるわけですよ。そ、はい、そうすると1万人ぐららいでで本来ならばそんなもんも正規軍で あっという間なんだけどでも、同じスンニ派ということで、シンパシーのある人たちは、かくまったり、情報を流したりっていうことになると、正規軍同士の戦いだったら、花から勝負にならないのが、もう元から宗教も絡んだゲリラ戦を展開してるわけで、まあ、ある意味、あのー、 血管がいろんなところの細胞にこう行き渡るように、あのその過激派の人たちが街に浸透していってるわけで、うん、網の目のようにそう浸透していったものを、どっか拠点叩いて潰すってわけにいかないから、どんどんそれが、あのアメーバがこう侵食するように、わーっと今広がりつつあるというイラクは、伊、うんうん、田君、ええ大変だね、これは。 でその,あの中東情勢に詳しい放送大学の高橋和夫教授にお話伺ったんですけれども、辛坊さんの指摘の通りで、うん、今あ、ISIS がいるあたりっていうのは、えー、スンニ派の地域であるから、まあ、ここまでは来るだろうとイラク北部のほうですね。えー、ただあ、バグダッドが真ん中ぐらいにあって、ここから南はどうかっていうと、ここから南はシーア派の強い地域なので、うん、今までのようにはいかないと。 言うのもあって、これこのままいくと三分割になっちゃうよねと。 いうようなことはあるんですが一方で ISIS IS っていうのはかなりストイックな人たちで、まあ、酒 NG とかで一方でその昔イラクを支配していたバース島の残党だとかそのセインさんに近い人たちっていうのは結構、世俗的で、まあ、お酒もある程度はいいかなぐらいのです、ねえー、ところがあるんでこの辺で相入れなくなるとそのうち仲間割れをするんじゃないかというような読みもあるようであります。 あの処刑シーンなんか見てると、えー、あれを見せつけられて、ひどい話があの、イラクの正規軍の人たちって、あの怖いから、<laughs> みんな制服脱ぎ捨てて、ジー、はい、パンかなんか入って、うん、僕たち民間人って,って逃げ始めてるっていう。 これはだめだわ、これっていう、でまたこれね、あのこの会議会の人たちはやり方がうまいわけですよで、北の方でえゲリラ戦でずっとこう浸透していって、もうじゃあバグダッドどうするかっていうと、バグダッドは爆弾テロ仕掛けるわけです、はい、あの爆弾テロって、防ぎようがある意味ないんで、この爆弾テロっていうのは犯行声明出さずにやるもんだから、誰がやってるか分かんないってい疑心暗鬼が生じている状況の中で。 アメリカはもう、うん、まあ、どうするかな、君、あの飯田君が、はい、オバマ大統領ならさ、どうするいや、これはね。<laughs> かつてのように、いいうかつてのように、あの中東がアメリカにとって国益の中心にあった時代、アメリカもやっぱりあの石油をどんどん輸入していって、使って、中東の油田がなくなると、本当にアメリカが困るっていうような時代かっていうと、うんえー、アメリカって今、産油国になりつつあるわけで、<や>何もわざわざこんな遠いところのね、うん、紛争に関与して。 えー、もう得することないじゃないって、はい、北朝鮮と同じなんです、北朝鮮って考えてみたらあの中東よりやってることはひどかったりなんかするわけで核は開発するわ、ミサイルボンボン打ち上げるわ、本来ならばもっと早い段階でアメリカが怒ってもおかしくないんだけれども、うんはい、でも、ここと敵対関係で戦争になったってあんまり関係ないねっていう北朝鮮は今のところミサイルアメリカの本土に届かないし、うん、別にこの北朝鮮がどうあろうと石油がどうなるわけでもないしほっとくかっていう。ええ というようなことが。 中東でも今後、アメリカの政策になると、中東の石油に依存している日本は困るよ、うん、自力でじゃあ何とかできるかってい自力で何とかできないもんね、うん、だから今、安倍さんが盛んにですね集団安全保障、集団的自衛権の中で、集団的自衛権となるので、集団安全保障と、これの違いを話しだすと、また2時間30分ぐらいかかるから、今日はやめときますけれども、その中で、紛争が起きた時の嫌いの除去、つまり、中東からえ石油を満載した単価を日本に持ってくる うときに、間に嫌いを接されたら、日本の生命線に関わる話なんで、うん、ここの嫌いの除去ぐらいはできるような国内法の整備しとかないとまずいんじゃないのっていう話があって、今、集団安全保障で、とにかく嫌いの除去だけは紛争期間中でもできるようにしようじゃないかっていう方向性が、連日議論になっているという、そういう図式になってこのズームオンのコーナー、ポッドキャストでも配信しておりますので、詳しくは番組ホームページご覧になってください。